え皆さんこんにちは、シュウです。えー、こんな感じです。えー、と今日はね、こういういだ顔出しをさせていただいて、ちょっとこういう感じの動画を撮らせていただいてます。で最近あの、えー、とまたリクエストがあったら言ってくださいねということを、えー、と動画上で、ね、何回か言わせていただいていると思います。であのその中でお一人の方が、ラドウをしてほしいということをちょっと言っていただいたんですけども、あの僕、ラドはね、この前もちょっとお見せした通り、 えと分解しているものが何個かありまして、それで、あの家内のピアスを、ね、作ったりとかしたので、実際にご紹介できるモデルが3つぐらいしかないんですよ。なので、まあ、あのセラミックのタイプのものという形になるので、あのそういうことでちょっとねあの、少ないモデルしかないんですということで、他に何かございますかっていうと、周さんのこだわりをちょっと聞きたいというふうにおっしゃっていただいて。 あの多分これは時計を選ぶ時にこだわってるところを聞きたいっていう意味で言っていただいたんだと思うんですけどもあのそんな風うにまあ言っていただいたのが一つで違う方があのこういう時計好きの方っていうのは小物、まあ、装飾品であったりとか、えー、革製品とかもお好きな方が多いと思うんですとで周、まあ、さんの持ってる革靴とかそういうものもよかったらご紹介してほしいですっていうことをおっしゃっていただいてて。 あのまあ、そういうこともおっしゃっていただいたように、ちょっとこういう形でね、動画を撮らせていただいて、私のこだわりを、えー、少し皆さんに知っていた,知っていただく、なんか偉そうな言い方ですね。まあ、あの、まあまあ、知っていただく感じかなというので、今日はこういう動画を撮らせていただいています。1974年の今年50歳です。なので、まあ、見たらわかるんですよ。僕真っ白いでしょ。うん。あの、頭はこんな感じでね、頭はハゲてないんですけど、こ,こうやったハゲてるみたいに見えるんですけど、 ここね、髪の毛はちゃんとあります。で、まあ、こういうふうに入れ墨がね、あの入ってまして、足にもたくさん入ってて、あの入れ墨に関しては、あの僕自分の一つの仕事なので、えー、と自分の体に入っているものは自分で全部彫ってます。この手首に入っているものは僕の師匠が彫ってくれて、これもう相当前なんですけども、えー、こういうところは全部自分で彫らせていただいてます。で あのもう一つの仕事、これをね、もう別に公表してもいいと思って、ショートを見ていただいてる方なんかは、もうお気づきの方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。もう今、猫ちゃんと犬が、いっぱいここにいてるんですけど、あの、僕、美容師なんですよ。うん、あの海外で美容室を経営しておりまして、え日本に会社を持っております。なのでのであ まあ毎日技術ということをねお客様にさせていただいて、えー、いう中で自分がまあ身につけるものであったりとか例えばお客様にご提案させていただく時にやっぱり自分がこうそれなりのこう何て言うんだろうこういう色お似合いですよとかこういうスタイルがお似合いですよっていう時にやっぱり自分のこう見る目ってすごく大事だと思ってるので あのそういうことも自分が一生懸命勉強するものだと思ってます。なので、えー、身につけるものであったりとか、履いてるものであったりとかいうものもすごく大事な仕事なんですけども、あのそういった意味で僕のこだわりをちょっとね、お話ししようと思ってて、あの時計を選ぶときに僕、こだわり全然ないんですよ。ブランドがどうとか、色がどうとか、えー、実は全くなくて、な、え、ん、ー、でも結構です大丈夫なんですよ。もうかっこよかったらいいかなと思ってて。 特にそこに年代とかもありませんし、当然あの、原稿モデルでもかっこいいと思う。バルティックなんかそうじゃないですか。なので、そういうものもいいと思うし、昔のアンティークなんかだったらアンティークのやっぱ良さもあると思うし、そういうとこははっきりっどうでもいいんですよ。なんですけど、あの、ものを買うにあたって、僕一つだけ絶対のことがあって、これはもうすべてのものです。えっ、ー、と、買うという行為をするもので、僕もすべて。 なんですけども、えー、買わせていただく相手の方です、すなので例えば自分がね、まあ一つ時計が欲しいとなるじゃないですか。で、例えば、まあ、あの、f i r e k i d ズさんなんかね、もう動画見てると皆さんがすごく人も良くて、クリスさんとか店長の野村さんとかね、もう皆さんが素晴らしい人柄だと思うんですけども、例えば時計を見に行って入って、店員さんの態度が悪いとか、 あこの人僕にちょっと合わないなっていう感じの店員さんっていらっしゃるじゃないですか。これが悪いとかいいとかそういうことじゃなくてね。僕そこでは絶対買わないんですよ。自分がどれだけ欲しいと思ったものでも、やっと見つけたって思ったものでも、えっと、売っていただくその相手の方がそういう人であれば、僕物買わないんですよ。これもう絶対です。これもう絶対でして。なので、あの、それをね、物だけ見て買うと、 後から僕後悔したことの方が多いんんですよなんかこう結局どうだったのかなってなっちゃうことが多くてあの自分が好きでも別にそうでもなかったものだけど店員さんがなんかすごい良かったんですよねっていうのあるでしょそういうところで買ったものってなんか結構長く愛用してるものが多かったりする僕は気がしててここを僕の自分の一つの,あのラインにしてましてなので人を見てものを買う。 で、人を見て、話をさせていただく、いうことをしています。これが僕の絶対の条件と、僕のこだわりです。なので、あの、レッドウィングっていう靴、これですね。ちょっと出してますけどね。レッドウィング。僕、これは違うんですけど、僕、レッドウィングっていうブランド履いて、もう34年ぐらいになるんですよ。うん。34年、うん、33年ぐらい。17、8ぐらいの時から、レッドウィングを履いてて、 えー、神戸の高架下というところに、あのー、まあ、こういう靴をね、アメリカンシューズなんか売ってる洋服さんがあって、僕そこでしか買わないんですよ。もうこれ何十年もそこでしか買ってる。海外に住むようになっても、日本にか帰った時にそのお店に行って、えっ、ー、と、まあ、まあ、事前連絡してるんですけども、取り置きをしといてもらって、 で、買って帰ってくるっていう。まあ、このレッドウィングはもう海外にね、僕が住んでるところに送っていただいたんですけども、まあ、僕の趣味も分かっていただいてるし、僕の足のことも分かっていただいてるので、えー、僕は同じ店でずっとこのレッドウィングは買っています。で、えー、っとね、靴で言うと、これ、ホワイツですね。ホワイツのスモークジャンパーという靴なんですけども、えー、こちらを買ってる店もお一人の人から買ってます。 これ,も違うこれは僕の海外券のちょっとこちらの方のお店で、えーちょっとしまあ、親友というかお店やってる方なんですけど、えー、その人から買ってますこのホワイトのブーツは全部その同じ人から買いますでオールデンのインディーですねこれこれも、えー、違うもう違う方これ洋服でそこ僕 T シャツとかね、えー、買ってるソロマックスさんってお店があって で、そこのオーナーと僕、すごく仲良く言って、その方からお洋服の、例えば帽子を買ったりとか、えー、例えばこういう靴を買ったり、そこ,このオリジナルの T シャツを買ったりするんですけども、えー、そこでし僕はこれ発注しました。で、こちらオーダー、インディはオーダーがちょっとあるんですけども、オーダーで本国に発注して、半年ぐらい待ったと思います。で、これ見たら分かると思うんですけどね、これ、ゴールドのこういう歯止めがついてるじゃないですか。これ、本当は黒なんですよ。 本当は、このオールデンの、この僕が出した値段は、一番普通の黒のこういうハトメがね、ついてるんですけども、わざわざゴールドにオーナーの行為で変えていただいてます。なので、そういうところのね、お得感って言ったらダメなんですけど、あの、信用できるから、方から物を買いたいっていうことで、そういうことを僕はこだわってずっとやっています。で、えっとね、僕の持っているもののこだわり、まあずっとこの指輪、これ。 どうやって見るか分かんないけど、これ。と、僕が必ずつけているこのブレスレット、こういうね、ブレスレット。これ、アメリカのモルガンコインっていうのを使って作ってる指輪とブレスレットで、あのノースワークスというブランド、ノースワークスという日本のブランドの職人さんが、これ、手でガンガン打ってるんですけども、 あのアメリカのモルガンコインっていうものをこういう風に加工して作られている指輪になります、えー。こちらの方もつけても多分、うん、10年ぐらいになるのかな。10年もいかないかな。8年か9年ぐらいになると思うんですけども、あのー、かなりね、プレゼントしていただいたものでして、えー、もうずっとつけて毎日です。あの、これ忘れたら僕持って帰るぐらいなんですけど、まあ、忘れることほぼほぼないんですけど、 忘れると、わざわざ僕取りに帰るぐらいでして、もう絶対に僕の腕についている、手,手と手首に、ね、ついている2つのこのジュエリーでございます。こういうね、シルバーなんですけども、こういうね、モルガンコインっていうね、裏側とかちょっと汚くて見えにくいんですけどもね、これ実はコインを伸ばして作っているというね、ノースワークスというブランドのものを愛用しています。で、靴のことに関して言うと、こういうブラシ。 で僕はあの靴の手入れをものすごくきちっとする人ですけど、こ,こに A って、汚いなこれ。A って入ってるの分かりますかね。これが、えっとね、この、このブランド、アビーホーンっていうブランドでして、あのー、アビーホーンのこういう水牛の角を使ってるものを使ってます。で、別にこれね、無印良品さんとかでも全然 OK なんですよ。なんだけど、どうせだったらかっこいいのを使いたいって思うタイプで、 その方が靴を履くときに何かこう嬉しいじゃないですか。で、実際これ、まあまあ高いんですよ、これ、アビーホーンって。で、ちょっと値段がどのぐらいかも覚えてないんですけど、これ、アビーホーンっていうもので、水牛の角でできてるんですけど、この水牛の角も、わざわざそのために水牛を、えっ、ー、と、まあ、殺してしまうっていうかね、いうことをしてるんではなくて、食料であったりとか、病気であったりとか、いうことで、えっ、ー、と、まあ、 えと生きることができなくなった水牛の角しか使っていません。なので、そういうところの会社のこだわりっていうのもものすごい好きで、そういうところなので、このアビホーンっていうものを僕はずっと使っています。これもものすごく愛用しています。で、もっといきましょうか。どんどんいきましょう。あの、次はね、これです。これを僕はつける機会がほぼほぼちょっとないくって、あの大事に置いてるんですけど、こちら、ゴローズです。 あの東京のね、五郎さん、高橋五郎さんですね。あのー、これ、高橋五郎さんが生きてらっしゃるときにお店に行かせていただいて、ご本人から選んでいただいて買っていただいたものになります。で、あの、高橋五郎さんっていうのは、今ではね、あの木村拓哉さんが昔、付けられて有名になって、あのー、すごくね、お値段が高く今はなってますけども、僕の当時は高かったけど、 そんなこうプレミア価格でもなんでもなかったんですよで。高橋五郎さんもお店の端っこの方で工房で座って作業してらっしゃったっていう時代なんですね。今みたいに入場制限なんかなかったし、あの普通に手に取って見えてたんですよ。今って五郎さんのやつって、全部ショーケースの中に入ったりするじゃないですか。で、入場制限があってあの、入場チケットがないと入れなかったりしますよね。ああいうのの時代ではなくて、高橋五郎さんが実際にいらっしゃった時に買わせてもらったものです。 でこの高橋五郎さんの僕本を実は読んだことがあってあの人イエローイーグルっていう名前持ってらっしゃるんですねうんまあイエローは多分日本人アジア人はやっぱり黄色い肌っていうところからイエローっていう名前がついたんだとは思うんですけども実際にインディアンの部族にと一緒に生活をして、えー、インディアンの生活を学んでインディアンっていうのはどういう風にシルバーを作っていくかっていうのを学ばれて イエローイーグルという名前があるのでインディアンジュエリーと言えるんですよねなので普通のインディアンの名前がっ持ってない方が作ってるこの銀とかの製品はシルバージュエリーなんですよって言うんですねでもインディアンの名前を持っている人からが作るものはインディアンジュエリーという風にちゃんと区別がありまして昔そういう本を読んだことがあって、あのー、日本人でね その時はたった一人のインディアンだったので、もうぜひ欲しいなと思って、もう働きまくって買わせていただいた一本なんですよ、これ。うん、で、あのー、いろんなものがね、こういう製品もあると思うんですけども、高橋五郎さんってインディアンで生活されて、最後、インディアンがどういう儀式をするかご存知の方いらっしゃいますかまあ、その部族にもよるんだと思うんですけど、高橋さんの言ってる部族は、自分の皮膚に穴を開けて、 ちょっとえぐい話なんですけどこういうふうにね、まあ、あの釣りのねこんな釣り針というかああいうもっとごついもので穴を開けて木にぶら下がることをすると左右するんですよ。でその,その穴だけでですよでいっぱい血が流れるじゃないですか。でその血が大地に染み込んでいって自分の体になっていくっていうことをする部族に。 高橋五郎さんは行かれてて、そこでインディアンのイエローイーグルという名前をもらって帰ってらっしゃるということが本に書いてあって、まあ、もうこの人すごいなと思ってね、ぜひお会いしたいと思って東京に行かせて、僕、関西なので、なかなかちょっとね、その当時にしてはすごく無理をしたんですけども、いうので、このゴローズの,このイーグルを持っています。もうめちゃくちゃ大事にします。全然つけなくてもやっぱりシルバーなので、 あのくすんでくるんですけどね、一生懸命磨かしていただいて、本当に大事な時しかつけません。で、もう一個はね、これ。これです。ルースターキングっていうね、ブランドなんですけども、こういうやつですね。ルースターキングっていうブランドでして、これはね、あの、こういう、こういう感じのものなんですね。これ、革でできているフェザーでして、これ、フェザーなんですけど、これ全部手彫りで、見えるかな こういう線が入ってるの分かりますかねこういう線がね、入ってるの分かると思うんですけど、これも全部手作りの、これはね、ルースターキングというブランドです。で、これを買ったのは一つの理由だけ。あの、僕大好きなちょっと俳優さんがいらっしゃって、ジョニー・デップですね。うん。あの、ジョニー・デップさんがご自身の個人で付けてらっしゃるブランドなんですよ。で、ルースターキングっていうのがあって、 あのジョニこれ、ジョニー・デップさんと全く一緒のものになるんですけども、ジョニー・デップさんは多分黒だったと思うんですけどねあの、全く一緒のものを持ってらっしゃって、なので、そのルースターキングっていうのを、えー、僕も持っていまして、そうすむちゃくちゃ高いものではないですよあの、ゴロの方が全然高いですからね、なので、こういう皮でできてる、こういう皮のね、カービングっていう技術で、こういう風に皮で一個一個ね、こういうね、線を彫ってらっしゃるブランドでして。 これ、ルースターキングっていうブランド。ジョニー・デップさんがすごく大好きで、あの、あの方、病院にね、ジャック・スパローの格好で行ったりされるじゃないですか。ああいうとこ、すごく僕、人間味があって、すごくいいなと思うんですよね。なのであの、そういうのの大ファンなので、僕もこのルースターキングっていうのを愛用しています。で、前もちょっとね、出てたんですけど、これ。これはね、エルメスです。 でエルメスの犬笛というものでして、実際音が鳴ります、これ。鳴りますね。鳴るんですね。で、この今のこっちの方は、ここの長さを変えて音が変えれるようになってるんですけど、こちらシルバー。これね、難しいですね。こみんなどうやってんのかな。こういう感じのね、シルバーの犬笛。で、もう一個はこういう水流の犬笛でございます。で あのこの水牛のエルメスの犬笛をものすごく前にあの買ったことがあってその当時はエルメスのお店で普通に売ってたんですよでそれをつけてるのをうちの母が見て可愛い,いのしてるねっていうことであの母も欲しがったので母にプレゼントしたんですねでその子自分のこの犬笛を僕なくしてしまいましてでその後に僕ずっと ずっとあの日本に帰ったりとかした時に、ああいうこうブランドの、なんていうかな、セカンドマーケティングみたいなね、お店があるじゃないですか。ああいうところにもう全部寄って、犬笛を探してるっていうことで、もうだいぶ探したんですよ。もう何年探したか、6年とか7年とかだと思うんですけど、状態のいいのが本当になくて、あの、ボロボロだけど、まあまあ高いみたいなね、感じでして、どうしてもこう、踏ん切りがつかなくって、 結局妥協して買ったのがこっちなんですよ。このシルバーの犬笛を買ったんですよ、これ。うん。なんかね、パッと見分かんないですけど、ここのどこだったかなこう、うん、こ,ここかなここにかなこうちょっとちっちゃいですけどね。こんな感じにエルメスのね、なんか書いてるんですね、これ。で、<laughs> この前、<laughs> あの日本に帰国したときにあの、母がこれをいつもつけるんですけども、あの、ま、 あなたはまだこれを欲しいのかってことを聞かれて、うん、もうずっと探してるからって言ってたらあの母がねあのじゃあお母さんに1つネックレスを買ってくださいとで交換しませんかというふうになったので、まあ、結局これ僕が母にあげたものなんですよなんですけどねあの水晶のちょっと、ね、デザイナーの少し変わったものがたまたまちょっと僕その時ミュージアムにちょっと行ってるんですけども 滋賀県の方にあるね、ミュージーアムの方にちょっと行かせていただいて、そちらの方で、まあ、水晶のね、少し面白いのが売ってて、それを母にプレゼントしたのを代わりに、これを僕が手元に持って帰ってくるってことをしてるんですね。なので、これはちょっとこう、ケースとか赤のね、ストラップのケースの時にはちょっと一緒につけたりしてるんですけども、あの僕がすごく大事にしてる、このエルメスと犬笛。うん。こんな感じでいっぱいあってね、この後ろにもね、これ。 こういういのあるでしょこれショットアメリカのショットというブランドのこういうライダースのジャケットこれは福岡のショットのお店で多分7年いや7年ぐらい前でしょうかに買ったものでしてあのショットのこのライダースのワンスターっていうものなんですけどこれめちゃくちゃ実は少なくて世界に限定で100着しかないんですよでたまたま違う形の僕ワンスターを 京都に、えー、その福岡行った時に見に行ったんですけど、お店の店員の女の子、すごくいい子であの、お客様の体型だったらこれどうですかって言われて、勧められたのがこれなんですけど、こちらは日本でなめしたこの馬革を、えー、アメリカに送って、アメリカのちょっとの工場で職人さん、これちょっとって手作りなんですけどね、このマンスターとかの星とかも。 職人さんのおばちゃんとかがね、ガチャンガチャンでつけたり、縫ったりとかしてるんですよ。で、それをして、わざわざ日本に持って帰ってきて、日本のえっとショットのお店だけで、ショップ限定でしか売ってないっていうもので、えっとね、100着って言った,ったと思います、いうものなんですね、これ、ショットの中がこういうね、こうなんていうんだろう、こういう、まあ、タータンテックと言いますか、いうものでして。 これ、僕34っていう大きさを着てるんですけども、もピッチピチなんですけど、あのもう絶対にこの方がいいですって言われて、倍ぐらい値段がいって、嫁さんに後からもう殺されそうになったんですけど、あのもうその店員の女の子のね、こう可いい笑顔と、もう絶対ですと、もう二度とこんなショット作れないと思うんです、ワンスター作れないと思うからって言われて、買ったものなんですよ。なので あの嫁さんにそん、すっめっちゃくちゃ高いんですよ、これ、はっきり言って。なんですけど、普通のワンスターの倍以上するので、ちょっともう、すごく高いんですけど、あなた、太ったりとかして、切れなくなったらどうすんのって、その時言われて、あの、一生懸命運動して、<laughs> 切れまだ切れます、ちゃんと。なので、そういうこともね、こういうショットを切るために、毎年冬に太ったらダメだって、もう思ってるんですけど、これはね、そういうワンショットっていうやつです。かっこいいでしょ、これ。 ここれね革がめちゃくちゃゃくかっこいいんですよもう最初もこんなロボットみたいになるんですけどね、硬すぎて。全く腕なんか曲がらないし、硬いんですけど、これがね、僕が持ってるジャケットで一番僕が大事にしてるものです。ショットのワンスターの、えっと、ホースハイド。限定100着っていうやつですね。ワンスターですね。こんなやつがあったりとか。あと、ここにもちょっとね、こういう、これエルメスのバッグ。これあの、よくあの日本の百貨店とかで、 七流れ市ってあるでしょ <laughs> 七流れ市って、僕たまたま帰国した時に見つけて、これあのエルメスの、えっとな、エールトートって言うんですかね。昔めちゃくちゃ入ったんですよ、僕の若い時に。なんかキャンバス地みたいなものとかで、こういうトートバッグとか、あとそれがちょっとリュックになったり、トートバッグなんかちっちゃいね。フールトゥエルメスのフールトゥだったかな。 なんかちっちゃい手提げのバッグがあったりちょっと大きめがあったりこういうのがあっていろんな色があったりするんですけどこれねレザーなんですよレザーのものすごく少なくてあのもう見た瞬間にもうおばちゃんとかに紛れながらもうこれ掴んで鼻さなかったんですけどねその言いたことありますああいうあの七流れ位ってもうすごいんですよもうあのブースがあってきちっと並んでるお店もあればワゴンの中に 思いっきりもうエルメスとか、例えばルイ・ヴィトンとかの、ちょっとこう、まあ、ちょっとこう、やれてるとかいうかね、いうものが、もうガサーって山積みになってて、そこからおばちゃんが、ブわーって私これいれるみたいな感じなとこなんですよ。あの大阪の阪神百貨店っていうところでやってまして、その中のおばちゃんにもうめちゃくちゃ紛れて、もう僕これ、掴んで離さなかったんですよ。で 私がどうのこうのってその時言われたんですけど、もうもう無視ですよ、無視。<laughs> でもうずっと話さなくって、やっと変えたものでして、その当時でもう、聞きながら言ってまあまあなルダンしたんですけども、これエルメスとこういうね、バッグを僕は出勤に使ってます。僕出勤こんなバッグいらないんですよ、全然。持っていくものなんかないし、ないんですけど、あの、ちょっと持ちたいじゃないですか。っていうので使ってる。で、これ。これ。わかりますかね。これ、バスコ。 といいうう日本ののブランンドの、えー、ポストマンバックというやつですね、うん、これももう多分7年6年ぐらいになるかな6年56年になると思うんですけども、あのー、こちらのバスコが有名になったのはえっと何ていうドラマ木村拓哉さんがドラマかなんかであのレストランのドラマをされてらっしゃった時に。 こ,う頭にこんな風にね、なんかバックつけたバック、バイク乗ってね、バック持ったと思うんですあれと同じブランドでして、これバスコのポストマンバックというやつでして、US メールってだから書いてるんですね、ここにね。いうのも愛用しています。うん、こんな感じかな。でね、まあここの後ろに、これ僕の荒井のヘルメットです。かっこいいでしょ。まあ名前が入ってて、 これ全部自分でステッカーを貼ったんですけども、僕、こっちであのカートのレースをちょっとやってて、これ、新井のね、SX6 っていう、まあ、カート専用のまあヘルメットなんですけど、これ、あの、マルボロのね、こういうステッカーじゃないですか。なんですけど、これね、ナイジェル・マンセルという方、有名な F1 ドライバー、フェラリの F1 ドライバーいますね、ナイジェル・マンセルさんが、 <laughs> 練習の時にかぶったヘルメットのレプリカですっていうのを作ったんですよ。マニアックでしょ。レースの時はこれじゃないんですよ。こういうところはほぼほぼ一緒なんですけどね、丸ブロのマークが入ってて。なんですけど、え、ナイジェル・マンセルでいいのよな。で合ってると思うんですよ。あの人、こんなのったことありましたえ、ナイジェル・マンセル合ってると思うんですけどね。 こ,ここにね、こういう赤いシートがあって、これ練習の時だけかぶったっていう、まあ、ヘルメとかあってですね、これをあのパソコンで調べまくって、同じステッカーを作ってもらって、こう、もうあの、こうバーって線引きまくって、自分で貼った僕のカート用のヘルメットです。なので、よいしょ、ここにまあレーシングシューズがね、応援プーのレーシングシューズがちょっとあったりしますけど、あとはこういうエンジンカーとかをちょっとやってて。 あのこういう作ったりするの好きなんですよねこういうものをねなのでこういうことをたくさんやってるんですけどあの僕がものを買う時のこだわりものを選ぶ時のこだわりはものではなくてまあもので言うときちっと歴史があってこう存在するものっていう感じですね一番大事なのはそこなので例えばブランドにすごく歴史があるとかなので ね、あの逆に言うとルイ・ヴィトンとかあんまり僕興味ないしエルメスっていうのは革がいいんですよねエルメスはやっぱりあのバグ馬のねバグを作ってるブランドさんだったのでこういうところの革とかすごくいいんですよね。いうのでそういうメリウムスはちょっと持ったりしますけどもそういうもの以外のものに関してはきちっとストーリーがあるっていうことをこだわってものを探してます。 で靴なんかも、えー、どういうふうに最初この形ができたとか例えばデニムとかも大好きですけどもブルーデニムってもともとは炭鉱の、ね、方たちの作業服として開発されたリーバイ・トラウスが作ったズボンですねテントかなんかの生地があったかなをやりましたとじゃあ破れずに炭鉱の人たちが破れずにズボンを履けたでもうそこの炭鉱っていう場所には蛇がいっぱいいたんですね ヘビが嫌う色としてブルーに色を塗ってブルーデニムという名前ができるんですね。いうのであの、まあ、リーバイ・ストラス、リバイスです、ね、のジーパンというのはすごく強くて破れなくてとていうことを、ね、証明するあのパッチがついたりしますけどもそういうストーリーがすごく好きでなのでそういうストーリーにあるものを選んだりとかであともう一つ大事なのは人相手の方売っていただける方の人を必ず見ます。 なので、ちょっとでも自分が、この人なんかちょっと人間的にちょっとあんまり好きじゃないなっていう人から絶対に物を買いません。これはもう絶対です、僕。なので、あの、人を見て物を買うっていうこと。なので、僕のチャンネルを登録していただける方がコメントをいただいたら必ず返しますっていうことがそこです。なので、僕みたいなね、あの、どこに住んでるかもわからないね、やつに、僕の動画を見ていただいて、今800円を超えるね、方に登録いただいて、 わわざわざ質問いただいたただりでできるんですよっていうことを、そんなね、必ず返さないと失礼でしかないじゃないですか。いうところを僕はもう貫き通しようと思ってるので、どんな質問でもきちっとお答えしてまいりますので、またよかったらね、何でも言ってください。で、これがちょっと来てるんですね、実は。シチズン。リーダースチューデントっていうやつ。結構ね、状態がいいものが来てまして。これ、ちょっとさっきベルトつけたんですけどね。 リーダースチューデント。これちょっとね、単体でまたブログ、ブログに載せていきます。で、56の GS の、えっと、キャップゴールドのモデルと、えっと、5606の LM ロードマティックのゴールドのモデルがちょっと来ますので、この辺はまた来次第必ずコンテンツに載せさせていただきます。今日はね、ちょっとこんな感じの、あの、動画ね、えー、なりましたけども、私がものに対するこだわり、 というのを皆さんにお伝えさせていただいてあの何かの役に立つとかちょっとわからないですけども僕はそういう形で物選びをしています。うん、なのでそういう感じでこう人の売っていただく方の人がすごく大事だということ。で物にはいろんなやっぱりストーリーがあるっていうことでそのストーリー性をすごく大事にしたいということ。なのであのそういうところを大事にねこだわって今後も自分のコンテンツは、えー、頑張っていこうと思いますので。 またよかったたらチャンネル登録いただいだて、えー、ぜひ応援くださると嬉しくく思いますでたくさんのコメントいただいている先輩方、皆様本当にありがとうございます。えー、今後も必ずコメントにはお返事してまいりますので、今日さっきね、あのスーペリア買いましたっていう方いたんですよ。嬉しいですよね。うん、この方、この前ご質問いただいてねちょっとお答えしてるんですけど、スーペリア買われたみたいでね、あのこれでまた成功ファンが増えていくんですよね。 といいうところも嬉しく思いますので、えー、今後もも必ずココメメンントトはお答えししてままいりますのでぜひコメントもお残しくださいませ今日は私のものに対するこだわりというものを、えー、皆さんにお伝えさせていただいたつもりでございます。えー、今後も一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。今日はこういう形でいろんなもののこだわりを皆さんと一緒に見させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。